まあ、俳優生活50周年の年にですね、こんだけ大賞をいただいて、まあ、あんたが大賞ということで、しっかりこれから最後ね、頑張っていきたいと思っております。私が大賞以上です。ありがとうございます。じゃあ天海さんお願いします。はい、私も大賞について元気に頑張っていきたいと思います。本当に素晴らしい賞をいただくことができて心から幸せに思います。この賞に恥ずかしくないように、また応援してくださっている皆様に恥ずかしくないように精進していきたいなと思っています。ありがとうございます。体調、体調はもうバッチリですよ。何がバッチリかって言ったら、多分足が上がるとかね今日もちゃんと授賞式なんで汗かいた方がいいなと思って、マグマヨガ行ったらば、今日有酸素運動だったんでね、でその後ちょっとマッサージ行って、そんでこっちに来たんです。だからやっぱり体を動かしてケアして、また動かしてケアして、汗出して飲んでっていうね、いい回転をこうしていきたいなと思っております。天海さんどうですか、今年なんか改めてですけども、まあ、もう忙しいと思うんですけども、なんか挑戦してみたいなみたいなことありますか。うわ、その年その年、毎日毎日挑戦ですよ。はい、新番組始まるし、ありがとうございます。新番組、4月17日から連続ドラマ、合理的にありえないというドラマが始まる、今それに挑戦しております。そう、はい、それが新しい挑戦ですね。今年のありがとうございます、はいはい、大将ありがとうございます大将ね、気使うんですよ結構天海祐希でございます。本日は本当にこんな栄誉のある素晴らしい賞をいただくことができて、驚きと恐縮とそして誇らしい気持ちでいっぱいです。一緒に受賞された素晴らしい方々とともに、お客様にたくさん楽しんでいただけるような作品を作っていかれたらなと思っております。選んでくださった皆さん、そしていつも応援してくださっている皆さんに恥ずかしくないように頑張っていきたいなと思います。受賞された皆様おめでとうございます本当にありがとうございました。天海祐希さんおめでとうございました。どうも、市村正親です。ありがとうございました。松尾芸能賞はですね、第19回の時に、優秀賞をいただきまして、もうこの松尾芸能賞とは縁がないのかなと思っておりましたら、今回大賞をいただけるということが決定して、何より嬉しかったのは、優秀賞の時よりも名前が一段と大きくなって、これはもっともっと大きな役者になれというような励ましの賞だと思っております。この大賞に恥じぬように、ますます74歳になりましたけども、もっともっと大きな俳優を目指して、頑張っていきたいと思ってます。本日は誠にありがとうございました。大賞の市村正親さんでした。おめでとうございました。